皆さん、こんにちは。ウィッケリングチャンネル始めていきたいと思います。私たち NPO 法人ウィッケリングジャパンの活動をですね、簡単にちょっと説明してもらっていいですか？はい。ウィッケリングジャパンでは、ウィッグのレンタルをしているんですけども、治療を終えた患者様からもう使わなくなったウィッグを寄付していただき、それをこちらで管理して、今から治療で必要になった方々へレンタルしている、ウィッグをレンタルしているという団体です。はい。まあ、抗がん剤治療でですね、今コロナで皆さん外出できないっていうところあるんですけども、やっぱりそのがんの治療とかがんの検診っていうのは、やっぱり定期的にきちんと行っていく必要もありますし、がんの治療っていうのも後回しにされている現状はあるんですけども、やはりその抗がん剤の治療でですね、これから手術しますとか、化学療法始まりますって言って、結構サロンにも来られますもんね。そうですね。で、うん、夏はちょっとやっぱ暑いからっていうのもあって、うんうん、8月はまあ少なかったんですけど、うん、9月に入って、少し涼しくなると、この間久しぶりに一気にこう。たくさんね、はい、いろんな方が、で、私たちもウィッケリングジャパンの事務局もですね、5月にちょっとお引っ越しを100メートルくらいしたんですけども、これまでやっぱりお連れの方がですね、一緒に来られると、密になるっていうところがあって、その皆さんちょっとご遠慮していただいてたんですけども、まあ、今の場所だったらですね、一緒に来られても、まあ、2組3組ぐらい一緒にウィッグを選んだりですね、するんですが、お互い同じ、まあ、境遇のですね、同じ悩みを抱えてるってところもあって、まあ、一緒にお話ししたり、で、まあ、別に怖くはない環境というか、ではあるかなというふうに思っております。で、まあ、一つ私たちはそういう外見のケアというので心のケアをですね、まあ、社会復帰だったり社会とつながっているっていうためには、家にやっぱりこうずっといると心もやっぱり弱ってくるっていうのがあるので、まあ、おしゃれをして外に出てもらう、まあ、外にお買い物行ったり治療のために病院に行ったり、日常生活をですね、なんかまあ、劣等感なくですね、過ごしてほしいなということで、ウィッグの提供というのをしているんですけども、まあ、それと同時に、いろんな情報の発信というのをしています。まあ、こういうですね、情報発信もそうですけども、まあ、医療に関するものをですね、10年前から、まあ、ずっと毎月いろんなテーマで行っているんですけども、9月の、今回の医療セミナーのテーマを教えてください。はい。で、テーマは大腸がんです。はい。大腸がんってなかなかですね、検診に行きづらいとか、ちょっと行きたくないなとかいうことがあって、なかなかね、発見がちょっと遅れてしまったら言うと良くないんですけども、早期発見だと、治療する、できますので、で、そういう大腸がんのお話とか、あと、その、がんだけではなく、今回から、先生と、病院の先生のお話と、もう一つですね、今回、タレントの山口玲香さんから、うん、腸にいい、食べ物だとか、腸にいい生活のお話も聞き、その後に、大腸がんの医療のお話も聞くっていう2段階だってのセミナーになっております。はい。いつもですね、その専門医の先生をお呼びして、実際に外来をやっているような患者さんをですね、たくさん見られて、まあ、手術をしたり、場合によってはそういう、もう実際に治療に関わっている現役の先生がお話しされるんですけども、まあ、病気になってからのお話とか、病気を見つけるためのお話、まあ、予防の話っていうのを一通りしてもらうんですが、まあ、多くの人は、病気にならないためにどうしたらいいかっていうのを知りたいですよね。ね、はい。なので、今回、まあ、大腸がんというテーマでですね、実は女性にすごく、多いですね。まあ、多い理由というのも、まあ、いろんな今のこう生活習慣の変化とか、食生活とか、ストレスとかいろいろ言われてますけども、やっぱりこう、検診に行きづらい。やっぱり、なんていうんですかね、内視鏡で、腸を見るっていうのは、なかなかその人間ドックとかじゃないと、人間ドックでもね、でもね、しなくてもいいんだから、したくないな、みたいな。ですよね。うん、だから乳がんの検診も、やっぱりその、まあ、胸を出すっていうところだったり、痛いっていう噂があったりすることで、やっぱり億劫になるじゃないですか。血の、ね、検査だってそうですよね。うん、
同じように大腸の検査もやっぱり誰にとってもなかなか行きます行きますっていうわけにはならないと思うんですよね。まあ、ただそういう検診率を上げていくっていうことも必要ですし、まあ、あとはもう毎日の生活でどういうふうにその腸を元気にしていくかっていう腸活をですねやっていかないといけないと思うんですけども、なんか腸活ってやってることありますか？まあ、野菜をたくさん食べるとか、うんうん、ヨーグルトとかこう発酵食品をこうなるべく気をつけて食べようとか、はい、そんな感じですかね。勉強しないように、勉強しないようにって思ったら、おのずと腸活につながるかなという気がしますけどね。うんうん、まあ、女性はなんかもう本当に便秘の方多くて、うん、男性は下痢の方が多いっていう、うん、そのね、そういう、まあ、大小でいくと結構そういうふうによく聞くんですけども、うん、今回、その山口玲香さんって、福岡主に、タレント活動をしている女の子なんですけども、その子が健康指導士という資格を持っていて、まあ、実際にこの今回の食生活とか腸活の話をしてくれます。で、やっぱタレントってなると、いつも体の調子、元気でいないといけないし、お肌の調子も良くないといけなくて、で、その便秘とかすると、大体そのお肌に吹き出物が出たりとか、そのお肌と腸とか、ね、睡眠とかってすごくこう密接な関係があるなというふうに思うんですけども、まあ、そういうこう、ところの健康情報っていうのを話してもらおうと思ってるんですね。で、今ちょっとテーマでもらっているものが、そのヨーグルトとかによくあるプロバイオティクスとか、なんか書いてありますよね。わ、うん、かんないけど、そう、何かわからないけど、そういうもののなんかその、まあ、意味とか違いとか、うん、あとはそのね、発酵食品の話とか、うん、日常取り入れられるような話とかをたくさん用意してくれてるんですね。で、まあ、そういう山口玲香ちゃんとどんな内容で話すかとか打ち合わせをしていたら、実は私もこう便秘とかで悩んでいたのがきっかけでこの勉強をし始めたんですっていうのを聞いて、なんかこうすごい、まあ、そういう、こう美容とか健康とかに対してこうマニアックというか、やっぱりすごくそういう 大事に体のこととかですね、大事にしている人でもやっぱりこう便秘とかに悩んだりするんだなっていうのをもうちょっと聞いてるかな、うん、と思ったり、したんですよね。だからやっぱ誰にでもそう悩みってあるということですよね。そうですね、だから悩んでいる人がちゃんと勉強して、うんね、お話ししてくださるので、うん、私たちも皆さんと、ねね、等身大でお話ししてもらえるっていうのも、うん、楽しみだなと思いますし、はい、今回大腸がんのセミナーも福岡大学のですね消化器外科のなんと教授と女性の先生と2人がですね講師として来てくださるんですよね。なので、まあ、大腸がんっていう話のスペシャリスト2人がですね話してくださるというところと、あと、まあ、女性の先生がですね、まあ、検診の必要性だったり、そういう、まあ、女性ならではの視点からのお話もしてくださるということで、とても楽しみにしています。はい、まあ、本当に腸の健康でこう、まあ、腸と心がつながっているとか、なんか第二の脳とか、そうそう言う、ね、言いますので、うん、やっぱりその、ね、腸は本当に大事にしないといけないなとは思うので、うん、まあ、免疫力っていうのも腸とか、ね、腸内細菌と関係があるとかも言われているので、うん、まあ、そのあたりのお話も正しく知って、日々の健康に役立ててほしいなと思っています。実際の日程はですね、9月の24、金曜日、金曜日の午後3時から5時までになっています。山口玲香さんによる腸活のお話、そして福岡大学消化器外科教授と、松本先生、可愛らしい先生でした。写真でしかまだお見受けしてないんですけども、きっと分かりやすくすごく人気の先生だそうで、はい、他の先生方からもすごいこうセミナーの先生として適任だっていうふうに聞いていますので、その先生によるお話ですね。まあ、質問がしやすいという特徴がすごくあるセミナーなんですね。なので勉強して受け身で情報を受け取って終わりというわけじゃなくて、
まあ、なんか素朴な質問とか、まあ、もしかしてその大腸がんの方が周りにいらっしゃったらそういう質問もしてもいいですし、そのまあ、何か不安が取り除ければいいなというふうに思っています。お申し込みはホームページからでもいいですし、まあ、私たちのウィッテリングジャパンの SNS 様々やっていますので、そちらからもしくはお電話などですね、お待ちしています。実はあれですよね、お茶をお茶というか飲み物とちょっとした軽食というかお菓子をですね、はいはい、用意してますよね。はい、だからまあね、飲みながら食べながらこうくつろぐような気持ちで緊張せずに受けていただけるセミナーです、うん、はい。なので、まあ、来られた方同士の交流っていうこともできますし、もちろんコロナ の感染対策は万全にやっている会場で万全にやりながら開催となります。オンラインでも参加も可能です。ぜひ皆様ご参加お待ちしています。お待ちしています。はい、ということで、今日のウィッテリングチャンネルゲリラライブはですね、9月24日金曜日の、カフェで学ぼうがんのこと大腸がんのセミナーのお知らせをさせていただきました。まあ、こういうテーマのセミナーが、やってほしいとか何かご希望とかがですね、あれば、ぜひ、私たちの方にですね、はい、リクエストいただきたいと思います。とっても素敵な先生方、たくさんいらっしゃいますので、そういう先生方を知っていただいて、私たちとしてですね、患者の目線では、たくさんの選択肢があるといいなというふうに思っておりますので、情報格差をなくして、後悔がない、人生をですね、豊かな人生を送るための一つのきっかけになればいいなと思って活動しています。皆様のご参加お待ちしています。待ます、はい、ではまた午後も今日ですね、ちょっと蒸し暑い台風の影響もあるのか、福岡はちょっと曇り空ですけども、午後も楽しい一日をお過ごしください。ハブはナイスデイ。ナイスデイって言ってうわ、ナイスデイ。ありがとうございました。